アシャです。はい、というわけで今回は愛知県の西尾市やな、で視聴者さんからのご依頼やねんけど、はい、こんばんは、ジョー探偵に愛知県最大級の廃墟ホテルを調べてほしいですと。愛知県西尾市の三ヶ根スカイラインの中にありますと、絶景の中にある三州園ホテルという廃墟です。近くには片原温泉がありかなり廃れております、よかったら調査お願いしますって言って、三州園ホテルっていう愛知県最大級と言われても過言じゃないぐらいのホテルがあるらしくて、でこの山の上にポツンとあるっていうところらしいんだけど、でこの山の麓とかにも結構廃墟の目立つ温泉街とかがポツポツあるらしくて、そこも行ってみたいなっていう、今回、はい、車でガンガン山の上に登って行っております。はい、はい、実際どんな廃墟があるのかちょっと調査してみたいと思います。あなたのご依頼できましたよ、はい、上探偵たちが。天気がまたいいこと、桜も春になって廃墟巡り日和ですよ。わからないよそんな日和、めちゃめちゃ日和ってるから今回使ったことないよ、廃墟旅皆さんにお見せしたいと思います。はい、今回この山周辺に廃墟温泉街もあるから数多くの廃墟を今回見たいと思うので、皆さん愛知県の廃墟たちをご堪能ください。はい、レディーゴー。もうなんかこう匂ってきたで。何これ、これ何、閉鎖って書いてある。いやだからあのスカイラインやから時間によっては、あその夜が閉鎖されてんだよな。料金所みたいなの見えるよ。ほんまや、ここで金払わなあかんの。そういうことや。なるほど、山の上のなんか高速道路じゃないけど、はい、すいません、420円お願いします。はい、ちょっと待ってください。はい、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、お気をつけて。はい、もらった通行券。ほんまや、おしゃれな、綺麗、めっちゃおしゃれってね。いや、普通のあの高速の料金で出ちゃって、なんかアジサイみたいなのな、廃墟見るために俺らは今入場料払った。そういうことやね、入場料払って今から俺らは廃墟を見に行くね、さっきの綺麗な風景じゃなくて。あの人もな、全然おったな。交通量あるんでしょうね。まだ一回もそれ違ってないけど、山入ってからは。確かに車と。よっしゃい、これ一回ちょっと展望台来たから、展望台望んでみよう。オッケー、せっかくやからな。さあ展望しようぜ。もう結構登ってきたから意外とめっちゃ綺麗なかもしれへん。やばいで、多分人多いしな。コツコツおるな、今普通に。コイコイストリートやってる。うわ、みんな弁当とか持ってきて。ああいいな。もうめっちゃ綺麗。おお、いいやん。めっちゃ綺麗や。ホッケ今日言うてるし、めっちゃ綺麗ですね。天気も良くて桜も咲いて、綺麗わ。ちょっとそこらの山じゃこんだけ桜が見れないもんね。あ、そうですよね。ほんまやわ。うわ、なんかめっちゃ廃墟感出てる。パールセンター、お土産屋さん、お土産屋やん。観音茶屋。これほんまやほんまや。めちゃくちゃ廃墟やん、これ。クソクソ廃墟やな、これ。うん、立ち入り禁止ってなってるわ、で、なんか落書きされとる、ここにほら、NHK テレビ来たんかな、あれ見て、日本真ん中紀行、絶対やってない番組やん。地図的に言ったら向こうなんやな。で、住所は出てきてんけどな。廃墟感マックスやん、こんな、景観最高の店、ユートピア3がね、もうユートピアっていうのがもう物語ってるやん、バブルを。ほんまに、よう見るもん。これ、入っていったあんのかな。お、なんか来た。あ、煙出てる。何これだからユートピア。これがユートピア。あ、おっちゃんおった、おっちゃんおった。おっちゃんに聞こう。大事村人発見。ちょっと聞こう。今日悪いけど休んでるぜ。あ、休みなんですね。あ、そうですか。休みか。この辺にね、三州園ホテルってありました。もういつかはもうやめてから20年も30年も経って。あ、なんか今廃墟になってるんですよね。そこにはもう管理者の人もいないんですか。管理者おるってちゃんと。その管理者の人にちょっと会いたくて、取材の許可をあのもらいに行こうかなって来たんですよ。何の許可？ YouTube です。あ、本当。はい。まあじゃあそこ行ってペン。わかりました。録音出て。はい。ありがとうございます。はい、じゃあ聞いてみる。うん。これかな。うん。多分これやと思う。すいません、ね、あの三州園ホテルの方を、ちょっと取材したいなと思ってお伺いしたんですけど、管理しているものがちょっと不在で、連絡を取れなくて、ちょっとその人でないと判断ができないので、そうなんですね、もう一切連絡取れない状況なんですね。そうですね、ちょっと今取れない状況なので。なるほど、わかりました。
了解です。ありがとうございます。はい、結果なんですけども、はい、無理でした。撮影許可下りひんかったな。っていうより、その管理者の方とは会われへんかって、で、じゃあいつ来るんですかみたいな、その管理者の方って、あそこに常駐されてるっていうことやったから、ただいつ帰ってくるか分かれへんみたいな、じゃあ明日か明後日か、それすらも分かれへんみたいな感じやったから、あ、向こうもちょっと嫌な感じなんやろうな。これ以上ちょっとなんかこう、ゴリゴリ行っても、ちょっと向こうに悪い気させるなっていうのと、うん、だからもう外から撮ることにします。玄関までとかは入らんと、これはきっちり守って、うん、でも YouTube 見てもガンガン入ってるやつらおったからな、うん、ほんまに新スポの YouTuber とかもそうやけどさ、うん、でも名前伏せとんねんあいつら、うんうん、名前伏せて夜にしかも外観とか映さんと、ほんまに中の前から入って、うん、もう俺らはほんまにきっちり許可を取ってっていうことなんで、毎回毎回今回管理者の人らには遠隔で一応電話はしててんけど、ただ何回電話しても受けてくれへんかったから、直接まあ愛知県に来て、でちょっとその方になアポを取ろうと思って直接行こうと思ってんけど、今回無理でしたね。うん、うん、まあ、それはしょうがない。なんか多分不法侵入してる人が多すぎるんやと思う。それで そこでも検挙されてる人が多いらしいねやん、うん、っていうのが問題になってて、多分その人たち、オーナーさんが管理者の人とかもそれを多分懸念視してるんやと思うねやん。だから皆さん廃墟であったりとか、そういう人の所有物であったりとか、知らない建物には勝手には入らないでください、うん、はい、許可を取った上で撮影やったりとかしてくださいっていう、まあ当たり前のことではあんねんけど、うん、まあ今回だからちょっと外観をすごいインパクトがあるから、うん、でその前にすごいとこ、この絵多いな、廃墟めっちゃ、うんうんうん、やばいなこの、うん、三金さん、うん、今回お目当てやった三州園ホテルに行く手前にもまた宿でめっちゃでかい廃墟っていうの、これいかついで今着いたんでちょっと行ってみます。この辺も駐車場やったんや。ほんまや、うん、あれ多分集合写真撮る台のやつや。うん、ほんまや。そう、観光客とかが、うん、三州園ホテルがちょっと頂上の方にあったら、うん、そのまだ手前やねんけど、これえぐいな、やばない。うん、で、うわ見えた、あれや、あの山のそびえ立ったもん、そびえ立ってるやろ。うわ、怖い、これえぐ、鳥の小屋とこれひどいな。うん、なんか中途半端に解体したん、それとも劣化、どうなんやろ、どっちなんやろ。中途半端に解体でこんなにする、なんか中途半端すぎるよな。結構大規模に解体してんで、うん、周知につき許可なくござるし、許可人間のため建物の近い入れるか、こんな絶対無理やで。ここから眺めることしかできんぐらい危険ってわかるわ、うん、もうラピュタの世界観、うん、うん、なんか落ちてきた、すごいなこれ。もう風化が現在進行形で、すごいわ、やば、鳥の住みかなと思う。何ここに出して読んだらあかんで、何ブタビッチって書いてある、読んだやん。ブタビッチって書いてね、プチホテル民宿2階って書いてある、うん、あ、2階が民宿で1階が駐車場かなんかだったかな、うん、プチホテル調べてみよう、出てきた出てきた、うん、1階が茶屋って2階がプチホテルやったみたいな、うん、で1970年代ぐらいから存在が確認できて、うん、食中毒事件によって2003年に閉業、うんうん、で2008年に放火により本館が全焼、あ、放火なんや、えぐいな。壁が崩れ落ち錆びた骨組みだけで残り極めて危険な状況、うん、付近にはパールセンターという土産物店の廃墟もある、うん、あったあった、さっきのとこやな、さっきおっちゃんが、はい、後で紹介する三州園ホテルあるやん、うんうん、そこも食中毒のことが あ、 そうなんや、うん、あって事件化して、うん、で結果客足が遠のいて、うん、火事とかもあって、一瞬愛知多くない、確かに不審火多くない、確かに確かに、体験に対して、うんうん、で不法侵入とか愛知めっちゃ多いんかもしれない、うん、だって昨日行ったホテルもそうやん、うん、前回の動画で紹介したあそこの千歳楼ね、千歳楼もそう、うん、でもちょっと美しいな、自然と共に、うん、中とかちょっと見てみて、モンシロチョウ飛んでんねん、ほら、うん、モンキチョウや、あれモンキチョウな、あれモンキチョウっす、ルルルルルル、あ、大丈夫っす、 BGM で流すんで、ルルルル、大丈夫っす、大丈夫っす、放火で行ったんやな、危ないな、危なすぎるわ。じゃあこっ
から見えるあれ、愛知県最大級の特大廃墟ホテル三周年ホテルです。行ってみましょう。ジョブロック。はい、というわけで着きました。今回お目当ての愛知県最大級の特大廃墟ホテル三周年ホテルに着きました。はい、めちゃくちゃでかいな。うん、確かに。ここウィキペディアとかでもあんまり情報載ってないね、うん、全然情報載ってなくて、三ヶ根山スカイラインって言って、うん、そのスカイライン沿いにあんねんけど、うん、三ヶ根山の山のほぼ頂上にポツンとある、うん、だからもうこっちからでも景色めっちゃ綺麗、うん、クソ山の上やでも、うん、山の上にポツンとある。で、まあ、廃墟マニアとか、まあ、心霊スポットマニアとかの間ではめっちゃ有名で、うん、心霊系 YouTuber とかの動画とかでもちょいちょい取り上げられてたりとかしたけど、まあでもなんか結構逸話を重ね重ね上書きしてあることないこと言う人たちめっちゃ多いね実は。絶対その情報を自分で付け足したやんみたいな。でも言われてるのはまあポルターガイストが起きるとか、社長が自殺したっていう噂があって、これも事実かどうか定かじゃないねんけど、ただだから屋上にあの男の人、まあそういう亡くなった人なのかじゃないのかっていう人が歩いてたんを目撃したとか、まあそういう逸話があるっていう感じらしいねんけど、あとは結構まあ付け足しで伝言ゲームが膨らんでいくっていう感じかな。だからまあ肝試しとかで来るガキとかがおったりとかして、それでまあ本侵入ってことで、まあ検挙されたりとかもあったっていう感じらしいねんな。でもこれ山の上にポツンと立ってかなりでかい建物が立ってるから、今回あの僕があの DM をやり取りさせてもらってるとしぼさんっていう廃墟の写真って言って、廃墟の写真とかを撮るんがめっちゃうまく撮る方がいて、映像をお借りしました。こちらご覧ください。山の上にポツンとできた特大廃墟ホテル、営業してた頃は立地から素晴らしい眺望が望めて、で最上階の円形パノラマ雲上風呂が夕日やったりとか朝日がめちゃくちゃ綺麗で、もう有名の人気のホテルやったみたい。空から見てめちゃめちゃでかいなこれ、うん、山の上にもそびえ立ってるって。はい、っていう感じですね、うん、もういかに山の上にそびえ立ってるかっていうのが分かった。クッパの神殿みたいな感じな。これな、1970年に開業したみたいな。その当時はめちゃめちゃ人気で、壮大な眺望が望める露天風呂があったっていうのとか、めっちゃ人気やったみたいで、歌謡太鼓ショーとかも行われてて、いろんな催しが行われてて、イベントごととかが、でそういう催しはテレビ CM とかにもなってて、三周園太鼓っていうオーナーと従業員とかで結成された和太鼓集団とかもめっちゃ有名やったらしいな。そういう開校当初イベントごととかが行われてて、ただやねんけど1990年に集団食中毒の事件が起きてしまってて、だから1970年の開業から20年後、食中毒事件が起きてしまって、で40人以上被害者が出たみたいな。おー、すごいなそれは。だからそれでもう客足が遠のいてしまって、2003年になったら廃業してしまったっていうことらしい。ただ2007年に火事が起きたらしい、ね、でそれでもう全焼したらしい、だからそれで廃墟が進んだっていう感じらしいんだけど、そう、それも不審火やったみたいで、ただ肝試しとか、そういう感覚で行く人たちが火をつけて火事を起こしたんじゃないかって言われて、最悪やな、だから幾度となくあったらしい、そういう不審火っていうのが。でその2007年の大火事が起きる前にもそういう肝試しの人たちが火事を起こしたっていうことがあったらしいね。だからその2007年の大火事のあの全焼した事件っていうのは、まあ、そういう肝試しとかやった人らがやったんじゃないかって。まあそれはいいわ、そんなんしたことないやんって言おうとしたけど、した方がええわ。何個か入り口みたいなあったけどな、まあ、入れはせえへんから外からになっちゃうねんけど、今回それがちょっと残念ではあるけど、まあ、仕方がないな。3周開発これです。100人監視カメラ、侵入者は警察に通報します。絶対侵入できん。絶対無理やん、侵入禁止ってがっつり書いて。ほんまやな、まあ、そんだけ入るやつが多いから。そう、不法侵入によってだって火事が起きてるわけやから、それはもうあかんやろ、そういうやつらがおるから許可を取ってな、取材する俺らが入られへんようになっちゃったっていう。仕方がない。まあ、2020年も7月16日に不審火が起きて、1階のエントランスの廃材とかが燃えたらしい。へえ。だから不法侵入者やん多分それも、だからそれだけ厳しくなってんだけど、だからそういう火事とかめっちゃ多いね廃墟って。なんか花火とかすんのかな、7月16日やから夏やから。まあ確かにな、だからこうやって厳重に警備されてるわけやね、まあ大事なことやんな。
だからその食中毒事件が起きる前は、うん、めちゃめちゃ人気のホテルやったみたいやから、だからちょっと行ってみたかったよな、うん、でかっ、うん、やっぱ窓ガラスとかもめちゃくちゃ割れとるわ、がっつり割れてる、うわ、ここが正面玄関やったよな、うん、ぽいな、うん、ここにほら門みたいなって、うん、関係者以外に立ち入り禁止、うん、防犯カメラ、防犯カメラ結構もうつけてるみたいやから、うん、あれなんだろうな、わかな、奥にほら瓦屋根みたいな、あ、ほんまや、オーナーか管理者かの自宅があるみたいな、うん、あと書いてる字も見てたな、だけど定かじゃないねんけど、うん、まあだからその自殺したんじゃないのかっていうオーナーとは別でやな、うんうん、これ以上は入れないんで、うん、今回はあのこれに関してはもうここまでないけど、うん、まあでもそのこの山のふもとに温泉街とかで結構背景が目立つ温泉街とか廃れた温泉街みたいなのがあったりとかするから、これだけだちょっと味気ないな、だからもういろいろ回ろう、 OK っす、廃墟の温泉街、廃れた温泉街っていうのを旅したいと思いますよ、はいはい、というわけで山を降りてきて着きました、三ヶ根山降りてきてもうすぐ、うん、アジサイの里片原温泉、温泉街でまた全然ぽくないよ、でもここアジサイで有名やね、アジサイの里っていうぐらいやから、うん、で6月になったら5万株以上のアジサイが咲き乱れるっていう、おーすごだけどほんまに一子一人いねえぜ、うん、これも多分寿司屋さんやほんまや、跡地やここも居酒屋やったんやろな、うん、あ、ほんまや、うん、なんとなく察することができるわ、なんか寂しいな、うん、ここもなんかちらほら住んでる人がいそうなアパート、スカイラインの下やからちょいちょい車通りがあるんかな、うん、車通りは確かにある、でこれモニュメント、これがもうここの一番の象徴なのかな、三ヶ根さんの利用服だ、うわエモいな看板が、あこれももう廃屋や、うん、マジでやばくね、うん、これ温泉街はえぐいわ、うん、どないなってんのあれ、わからん、直したいな、うん、やばない、やばいな、これ温泉街、テル美容室絶対開いてないな、これも、うん、これは開いてない、うん、あ、豊か屋、うわこれ美味しいって聞いてた、あ、そうなんや、うん、定食屋さんかなんかやわ、うどん屋さん閉まってもうたんやわ、うん、なんやあれ、ファッションハウス、いや昔の風俗やって絶対、え、そういう感じ、ファッションパブとか、マジで昔はファッションヘルスとかあれ進んでるわ、うん、やばいな、え、日本やばない、逆にアジサイの時気になるわ、時期、確かに6月やろシーズン、うん、ここもほら春水草や、歓迎とか絶対歓迎ムードちゃうやん、うん、これは背景やな、倒れてもうた、これかもしれない、マジで見え、微妙に見えるな、えほら、片原温泉ようこそ、うん、3,000円、4,000円、5,000円、おお、まあまあ安い、入浴はサービス、だから入浴は無料ですよ、つって、うん、ここなんか劇場、劇団の、うまい、アイライブ大衆演劇、アジサイ劇場、アジサイ劇場、うわ上も看板も、これ多分やってないよな、これやってないでしょ、どうなんやろ、でもこっち、これだけちょっと綺麗、うん、これやってそうやな、これやってそうやな、でもポスターちょっと新しいからもしかしたらやってるんかもしれないけど、でも自然は綺麗な、うん、うん、桜がね、桜とかだからやっぱそのアジサイの里っていうぐらいからアジサイで釣ってんねん、うん、今やったらインスタ映えとかって、うん、なんか自ら人工的に映えスポットを作って、うん、釣ってるわけやん、うん、でそこにみんな SNS とかみんなやっぱいいね欲しさに行って映えって言って写真撮って、うん、でも昔は自然がインスタ映えであり、うん、自然で釣ってたわけやねん、なるほどね、そっちの方が情緒を感じるよな、確かにな、いいなって、これもなんかアレスサンドンな、うまいな、マジで逆に6月来てみたいわ、ねえこれもう特大拝見、うまい、これこそうまい、多分そのメインのアジサイスポットがすぐそこやね、うん、そこのなんか池みたいなのあってそこだけ見て次行こう、うん、オッケーっす、うん、誰かおんねや、やってんのかな、やってるやってんの、あの劇団やってんのかな、あの古さでマジで、ああここか、これやすごい、ね、今桜めっちゃ綺麗けどここもやっぱ一人おれへんな、ここに多分、うん、
紫陽花が5万株咲き乱れんやろな。えぐいな。その写真をネットから引っ張って貼っておきましょう、はい、こちらです、うん、すごすぎへん。うん、綺麗。舐めてんの今の綺麗。何がよ、棒読みすぎるやろ。違う違う、もし彼女とかできてデートしたらもうほんま切れられるで。そう、彼女が綺麗だねとか言ってて、うん、あ、OK、今日来た意味ある。それは良くないな。それは良くないやろ。うわぁ、でも綺麗よ、ほんまに綺麗よ。見てこれ、この感じやばい。え、めっちゃ綺麗やん。うん、あ、なんかおるやん。カモやカモ。カモや言うな。何か何かお前カモやなみたいな言い方で言うな。人間に言ったら悪口のフレーズの感じでカモって言うな。うわ、めっちゃ綺麗わ、ほんまに。これ目に焼き付けて、うわ、インスタ撮っとこっそ。これ確かに味さあったらえぐいな。え、やばいやろ。あー、いいやんいいやん。え、いい、うん、え、写真撮って。あ、大丈夫です、今撮ってるんで。そっから抜き取ったら横画面になるやん、うん、インスタやと縦画面やねんから。これ映えるやろ。うん、映えてる。いい感じ。いい感じです。自然が結局一番インスタ映えやねん。いい感じです。マジ？バレ漏れた。やめとけよ。最悪やん。あ、ちゃうんすか。最悪やん。しかも別に大していいし、表情もこんにちは。ガチっぽいやつや言われてて。 YouTuber、 YouTuber、 YouTuber ってだけで登録者聞かんと。調べといてな、ジョーブログで調べといて。ジョーで出てくるわ。まあ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 、ありがとう。それは嬉しいな、うん、うん。でもすごいだよ、初め YouTuber、 うわすげえって、うん、YouTuber っていうのに子供に人気ない興奮したな。時代やで、うん、でも知らんかった、ジョブログのことは、うん、そうやね、あの年齢層知らん、うん、あれが未来への希望や。これで最後、片原温泉に俺はあの思い残すことは一個もないわ。これであれバイバイ。かわいい。早くしてきます。絶対してくれるぞ、うん、こっからもまだ旅は続きます。翔沙さんの家に泊まろう企画、イエーイイエーイイエーイ、はい、これはですね、雪が綺麗だけど、ここからまあ車でだいたい3、40分ぐらいのところかなに、ご家族の方がご紹介してくれるということで、4人家族やってなって、なんか動物も飼っているんで、庭もある、木造の古い一軒家ですけども、築何十年ですけどもみたいな感じです。いいやん、めちゃくちゃええやん。というわけなんで、ジョブログのウルルン滞在記企画でございます。はい、完全に番組名そのまんまやけど、行ってまいりたいと思います。この廃墟旅の旅に、視聴者さんの家にお邪魔して泊まらせてもらって交流するっていう形なんで、今回もどんな家、どんな生活、そしてどういう思いで招待してくれたんかっていうのをいろいろ交流して聞いてみたいと思います。旅の出会いとドラマをお楽しみください。こんにちは。こんにちは。はじめまして。はじめまして。これ庭めっちゃ広いですね。めっちゃ広いですよ。うん、すごっ、すごっ。どうぞ撮ってください。え、いいですか。いいですよ。すごい、いい、めっちゃ広い、ほんま、ね、めっちゃ、うん、ありがとうございます。いい感じの、すごい、よろしくお願いします。お願いします。はじめまして、ジョーです。大ファンです、私が。あ、本当ですか。ありがとうございます。旦那もね、大好きで、今また仕事を行ってて。あ、仕事行ってるんですね。そうです。旦那さん、知ってます。知ってますよ。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。今からお話をしてあります。あ、本当ですか。はい、ありがとうございます。あ、ちょっと先入ってください。僕先入っても分かれへんから。ご招待ありがとうございます。どうぞ、入ってください。お邪魔します。お邪魔します。アジアル家やな。めっちゃアジアル。なんか築何十年言ってましたもんね。30年以上経ってます。築30年ですか。はい、いい、素敵ですね。ありがとうございます。これちびまる子ちゃん。違う、違うな。娘ですよ。本人の絵です。これ結構描くの大変なぐらいのサイズの。確かにでかいな。すごい。うわ、水槽もあって。何買ってるんですか、これ。旦那のほとんど趣味ですよ。趣味ですか。うわ、素敵。ラマズとかいますよ。ラマズ、めっちゃいいですね。本当ですか。最高です。好きです、僕こういう。大好きですか。ぬくもりのある木造の住宅。ありがとうございます。どっち行ったらいいですか。あ、じゃあなんかどうぞ。なにさんで呼んだらいいですか。かおちゃんでいいですか。かおちゃん、はい、おちゃん、お邪魔します。どうぞ。お邪魔します。お邪魔します。こんばんは。お邪魔してるよ。
座ってください。あ、いいですか。ちょっと座っていいですか。はい、どうぞどうぞ。汚いとこですけど。いや全然ですよ。全然ですよ。ありがとうございます。だって廃墟から来てますからね。すごいよね。廃墟の撮影から来てるんで、もう旦那さんとカオちゃんと、うん、あとランマルっていう。ランマル息子ですか。息子と、はい、さっきの娘。そうです。います。で4人ですか。そうです。なんか動物も飼ってる言ってましたね。あこに。あ、あっちに。あっちに。お尻見えとるわ。あ、ウサギ。うさぎのトンスケです。トンスケ、はい、トンスケは何歳。私たちより上ですよ。嘘嘘つけ絶対ですよ。これだよ。やばいよな。だいぶやばい。可愛 いやん。トンスケ、スネちゃんは なんて呼んだらいい。小1か小2か。小 1, 小1。おーいい。ここはひなちゃんの部屋。あちゃん、ここはもうリビング。ちょっと案内してください。今日の僕らの我が家で。わわ、めっちゃ線香の懐かしい。ほんまやほんまや。それこそおじいちゃんおばあちゃんの家の、うん、すごい。わ立派。わ一気に空気が神秘的に変わって、うん、ご先祖さんですか。そうです。お父さんとお母さんと。そうです。その前の先代の。そうです。素敵や。代々この家を守ってきたんですか。そうです。この方々たちが。あ、そうなんですか。ちょっと心が引き締まるわ、うん、引き締まるわ。よし。今日はお世話になります。よろしくお願いします。ありがとうございます。いいえ、ありがとうございます。すごい、座敷わらしの旅館におる。何の症状ですか。卓越した技能を持って寄付されたんですか。そうですね。その福祉の関係のだと思います。おじいさんがですか。おじいさんが。すごい立派ですね。向こう行くと少女ばっかりで、見るとこ見る筋トレの器具結構重りっぽいで。ガチなやつですよ。ガチなやつです。旦那さんですか。そうです、旦那です。旦那さんもうこんなんですか。全然全然もうひょろひょろですよ。ラガーマンのおったやん。ノッコン寺田さんか。あ、ノッコン寺田さんみたいな感じのイメージになってる。ほんまや。ほんまや。すごいな、これ症状の数。何の症状。わかんない。わかんない。菊人形の制作に従事され、伝統芸術の継承に寄付された。キラパーの。キラパーです。菊人形ですか。そうです。の寄付、制作の寄付を行ったんですかね。みたいですね。私がそこまであまり詳しくないので。はい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 。帰ってきた旦那の方が多分一番知ってる。これもすごい菊人形で、はいはいはい、有名みたいで。あ、そうなんですか。トリオル。あ、アメちゃんっていう名前がついてます。アメちゃんっていう名前ですか。インコなのかなんかわかんないんですけど。旦那がサプライズで買ってきました。マジですか。はい、ちっちゃいね。うん、ちっちゃいちっちゃい。かわいい。いただきます。どうぞどうぞ。え、こんなお家でいいんですか本当に。もちろんですよ。めちゃくちゃいい家じゃないですか、うん、住んで長いんですか。私がここに嫁いで12、3年目になります。ああ、そうなんですか。じゃあ旦那さんがここで。そうですね、旦那がずっと吉浜の方で。はいはいはい、はい、そう。あ、それでですか、はい、ここで生まれ育って。そうですそうです。世代でもう素敵なお家だし、はい、継承していこうみたいな。子供らからしたらめっちゃ嬉しいですね、うん、庭は。たまり場ですよ。あ、たまり場。中3の子供らの。子供らのたまり場ですね。あ、その中3の子供はまだ帰ってないですか。いや、2階に。あ、2階ですか。2階潜めてます。あ、潜めてるって言い方が。もう来るようにしてるんですか。来るよ、ママのところに。うん。ママね、嘘言ってんなっつって。ほんまかいなっつって。うん、そう、ちゃんちゃん、ほんとほんとっつって。うん、色紙買いに行ってましたよ、今。恥ずかしいし、やけど嬉しいしっていう、この行ったり来たりするやつや、うん、中学生やったら。そう、ちょっと微妙な反抗期っていうのがまだないから。うん、あー、ないんですか。ないんです。あ、中3でなかったもんないかもしれないですね。そうなんですか。中3でなかったらないですよ、多分。うん、まだ私たちは許容範囲内かなと思ってて。あ、そう、でも喧嘩あるんですか。口喧嘩ぐらいだけど。あー、やったらもう全然素敵ですね。よかった。絶対反抗期あったやろ。ありました、ありました。どんな感じだった反抗期。覚えてないですもん。あ、覚えてない、うん、俺はでも僕そんな感じでした。喧嘩しちゃするけど、うんうん、すぐ別に仲直りはしてみたいな、うん、で怒られたことにはすいませんでしたみたいな、うん、悪いと思ったらすいませんでしたみたいな。僕がもうやんちゃやったんで、うん、ちょっとやんちゃやったんで、そんな感じですね。もうごめんなさいという挨拶は一切ないですよ。
いやもう強制的に謝されられましたね。僕はもう寝たら忘れるみたいな。あそうなんですか、うん、あでもすぐまたそれでそうですそうですそうですフラットに戻ってみたいな。そうですね、めっちゃいいじゃないですか。家出てから親に感謝しますもんね。うわここまでやってもらっとったんかいみたいな。おいくつですか旦那さんは。36、同い年です。あそうなんですか。あそうなんです。近いですね。僕31なんで。いいですよね。はい近いです近いです。うんうん。遠藤ですか。そうです、スナップ遠藤です。映画な別に。あこれも全部こうやって向いていくんですか。ちょっと途中の向きかけなんですいません。いやいやいや全然。だってもう大体向けてますよ多分これ。本当ですか。大体多分。うん。だってこれ向いた後ですもんね。そう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 。確かに。じゃあ大体向けてる。大体向けてると思う。ひなちゃんが多分向いてくれてる。やばい手伝ってくれるぞ。何でもやりますよ。さすがです。今日の献立は何なんですか。今日はもう急遽すぎるのでもう焼きそばですもん。ああありがとうございます。焼きそば僕めっちゃ好きです。いいや。いや焼きそばめっちゃ好きなんですよ。うん。焼きそば嫌いな人もう非国民でしょ。マルちゃん焼きそばですようち。あ最高最高めっちゃいい。家族に混ぜてもらってる感じが最高やな。あいいですね。めっちゃいい。今日の今日言うたもん、うん、そうですよびっくりしました。そうです。かおちゃんは何の仕事してるんですか。介護士です。あそうなんですか。そうです。うわ仕事終わりにすみませんありがとうございます。いいですよ。うわ美味しそうやなもうこれ完璧やで。うわこれもほら美味しそうやで。こんなほうれん草の生えてるやつ幸せやな。うんこれがええね。もうこのシールこれつっぱいこれすらも側すらも貼ってる。ほんまや。これ子供の時やったよな。やったやった。こういうとこだから。ほんまや。ほんまやわ。もうこれいけましたわ。いけた。俺ほとんどでもなかったで仕事も。もうほぼ終わった。ほなもう結婚して長いんですか。長いです。旦那とはもう13年。うちできちゃった結婚なんですよ。で旦那と付き合ってる期間が1年で。はいはいはい。もうひょっこりできちゃった。そうね、私の計画的なんですけど。あ計画的に、はい、結婚しようとしたい。あなるほどそういうことですね。ラブっていう。なるほどもうがんじがらめにそうこの人は話さないぞと。そうです、まあ、いいですね。でも逃がしたらもう次はないなと思ってて。で見事ラマルができたんですね。はい、何がですか。ここ伊藤さんの毛なんです。あ、もう儀式しなる感じですね。そうです。あ、いいじゃないですか。あ、いいおばあちゃん家のお風呂やめっちゃいいおばあちゃん家来たみたい。めっちゃテンション上がる。やっぱ金ってぬくもりがあるな。うん、こう音とか匂いとかに、うん、歴史を感じるな。ですよね、うん、本当に思います。めっちゃいい。だからやっぱ日本人特有の、うんうんうん、感覚なんかもしれないけど、うん、これまあ綺麗なもんは綺麗でいいですけど、うん、でも僕はこういう温かみのある家めっちゃ好きですね、うん、なんかよく言われますよママ友とかによく、うん、おばあちゃん家に来たってもともとはおばあちゃん家とかおじいちゃん家やったってことですよね。そうなんです。もともとは2世帯で住んでたんですけど。ああそうなんですね。でお母さんもアパートを経営してて今はい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 、はい、でもちょっとアパートに空きがあるので、はいはいはい、ちょっとまあ出ていくわって話になってで今私たち夫婦でここに住まわせてもらってる感じです。そうなんや。いろんな思い出が詰まってそうですね。詰まってるね。ここには多分何年もの、うん、そうやって長くでもその一つの家に住むってめっちゃいいですね。うん、すぐもう壊しては建て替えてとかね、うん、よりもこうずっとそれを大事にしてはるっていうのは素敵ですね。あ、じゃあお風呂僕ら掃除しますわ。あ、マジですか。掃除します掃除します。もう動かしてくださいね。めちゃめちゃこの中を洗うのか、はい、滑らないでくださいね。あ、大丈夫です。僕滑ったことないんで。滑り倒しとるわ。めちゃ滑るだ。ああ得意特技見っけた。得意、うん、めちゃめちゃ得意。風呂掃除得意。分かる。これで今日も言われたようには今日風呂洗ったかってなんかザラザラしてすいませんってなでもいいなこういうこう先祖代々住んでた家を大事にしてるってなあ。だって先祖おらんかったら俺らっておれへんもんな。確かに。そもそも、うん、親と先祖は俺神よりも偉いと思ってるから。うん、だってその人たちが一人でもかけたら、うん、俺たちは生まれてなかった。そうですね、うん、でその人たちの DNA によって形成された性格でそしてその人たちが頑張って働いたりとか育ててくれたその時間や労力で俺たちは今こうやって楽しめてるわけだから、うんうん、
あ、これ結構ガチでちゃんと割れたで。見てた。見てた。うん。多分これ大事、言われへん、若さがさしてるって。これは絶対言われへんはず。だからこれをちゃんと流さなあかん。うん。よし。さっき先祖の話してたけど、20代前とかやったら、104万人とかあんねや。30代前とか言ったらもう10億人以上とかな、その一人でもかけたら俺らおらんだし、一人でも巡り会えへんかったら俺ら一人がおらんようになる。えぐいな。これ最近読んだ本に書いてある。本の言葉かい。ええ話、めっちゃいい話してもそれ、もう食べるんですか。一番の下っ端は働かない。ひなちゃんの下の俺らは弟たちになる。なるほど。後ほど見に行こう。いいんですか。でも旦那さん帰ってきてからの方がいい。あ、全然いいです。食べてください。いただきます。やばいって、ホタルみたい ね。で、ブロッコリーとこのエンドウとほうれん草の、じゃあちょっといただきます。これもそのままいけるですか。そこにあ、これでポン酢と醤油とかなんかあるで、醤油かなんかつけて食べてください。やばいって。あ、うまー、うん、みゃこれ、ブロッコリーもこれ、あ、無敵やろ。このほうれん草めっちゃうまいですね。え、めっちゃうまいです。え、ありがとうございます。味付け最強。めっちゃ鶏鳴き始めた。めっちゃ鳴き始めた。人が喋り出すとチュン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 出すんですよ、よく。いや、透明するな。かおちゃんがいつも仕事終わったら、あの、料理作ってってことですか。そうです、そうです。じゃあ朝ごはんも作ってみたいな。じゃあもう仕事とその主婦業っていうんですか、お母さん業両立してはるってことなんですか。いやー、でも一応しているつもりではいます。あー、本当ですか。うん、素敵ですね。手抜きも多いし、やっぱし、いや、でももういい感じに手抜いてね、バランス取るのが大事ですよね。はい、僕も YouTube 手抜きまくってるんで、ほんと。いやわかんやん。そう今もう春休みだから弁当とかいるんで。確かに今、そうですよね、春休みになると大変ですね、弁当作るの。あ、すっごいめんどくさいです。母さんが一番悩むな、ここがな。あ、すっごい見に行かな。あ、大丈夫ですよ、タイマーしてるんで。あと9分、あと10分。あ、そんなんあるんですか。そう。すげー。誰来たん。ママの友達。あ、俺友達来たん。喋るの、ひーちゃん。そんな基本人見知りが激しい子で、で、男の人がすごい苦手な時期がすっごいあって。あ、ほんまに。そうなんや。こんにちは、お邪魔してます。あ、ちゃくちゃん、こんばんは。あ、こんばんは。こんばんは。何それ、店。ルービックキューブ。ルービックキューブや。これめちゃむずいやろ。めちゃくちゃ天才ですよ、ルービック。嘘。あ、こんにちは。すごいね。こんばんは。こんばんは、お邪魔してます。すげー。そうです、なんか今ご飯呼ばれてます。普通にご飯もホタルイカで食って落ち着いてました。撮ってる。あ、撮ってます。よろしくお願いします。あ、ママ友ですか。そうです。で、近所住んでて。はい。あ、いいですね。めっちゃ俺もママ友なりたいわ。無理や。ママにはなられへんからな。はい、どうぞ。うわー、来た。ありがとうございます。ありがとうございます。食べてください。やばい。いただきます。はい。めちゃめちゃうまいやん。顔飯うまいもんね。焼きそばこれやばいわ。家庭の味ですか。ね、まさかだよね。ね、今日数時間前喋っとったもんね。そうそうそう。なんて喋ってたんですか。ジョーが、私のアイコンのジョーが来るかもしれない。お相撲見たらね、イケメンじゃん。そう、エルちゃんがそのめっちゃイケメンじゃんって。あ、本当ですか。いや、嬉しいわ。見に行くわ。食べて。カオちゃんのご飯を食べて。美味しい。食べますわ。ごちそうさまでした。リエー。ありがとうございます。ごちそうさまです。ちょっとうますぎた。ホタルイカはたまにつまみますけど。つまんでください。はい、この辺は。なんかベビースターやん。あ、ベビースター食べて。ゲロうまいよね。あ、やっぱデラって言うんや。はい、わかりました。デラとダモンで。そう、こっち三河弁だからダンジャラリンだよね。あー。ダンジャラリン。ダンジャラリン、ねえじゃんとか。うん、そうです。なるほど、三河弁なんですね。そうなんで、名古屋行くとダガヤ。そうだね。あー、確かに確かに。そうなんで。わ、いいな。そう、方言っていいな。
地域が変わった感じで、うん、わあ、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。もう浸れりせり、うん、贅沢やな、ほんまに、うん、普段お菓子食べへんから。え、そうなんですか。めちゃめちゃ食ってそうなイメージです。いや、もう節制してるんですよ、普段は。いや、めちゃめちゃ食ってそうなイメージでしょ。イメージです。めっちゃもともと食ってたんですけど、やっぱ YouTube 始めたら食えば食うほど太るじゃないですか。で、はい、撮影で食うんで、こうやって美味しいご飯とか、そうですね、呼ばれちゃうんですよね。だから普段が食えないやつになるんですよ。だから撮影の時が一番楽しいです。あ、美味しいご飯食べて、うん、足りなかったら言ってください。全然おにぎりとか握りますんで。いいっすか。めでくりっすか。めでくりっすか。ちょっと呼ばれます。呼ばれますよ。最高最高。あんま僕普段言わないです。だっておにぎり食いたない。食べます。いや、大丈夫です。寝坊しとかありますよ。腹いっぱいらしいです。あんま幸せ。朝食か。結構朝食。いっぱい来た。いっぱい来た。にぎやかやな。こんにちは。やばいめっちゃこれもいっぱい。わ、こんばんは。すごいね。お邪魔してます。ぶちゃんぶちゃん、おかえり。こんばんは、こんばんは。めっちゃ人増えた、うん、バッサー増えたな。バッサー増えたな。保育園みたいになってる。すごいな。あ、こんばんは、お邪魔してます。撮影して終わった。あ、撮影やん。そうな、おめでとう。次小学校やな、じゃあ、うん、めちゃめちゃ賑やかやん。いつもこうやって集まるんですか。あ、そう、すごい。あ、ありがとう。あ、皆さんがこうお土産を持ってきて、パーティー化していくな。そうなんです。来た、おにぎりあった。食べることないで、うん、久しぶりやな、おにぎりなんか。久しぶりに手で握る。うまっ。しかもグイリアン、うん、めっちゃうまい。良いですよ、最高。やばい。 YouTube 出たいですよ。 YouTube 出たい。今何歳鈴鹿ちゃん。7歳。7歳。小学校2年か。2年生全員呼んでるね。2年生。うまいな。 YouTube 誰見るの。はじめ社長とか見る。東海オンエアとか知らんか。でも YouTuber 見えへんねん。見る誰か。ヒカキンさんか。あ、あんま見てない。あんま見てないやん。YouTuber ばっか見てない。ちょっとばっか見とるけど。ほんまに恥ずかしくなっちゃう。ちょっと緊張してね。よろしく。ヒカキン写真撮らんでいい。手冷たい。大丈夫。みんなで後で写真撮ろう。みんなで撮ろう。お願いします。なんでみんな逃げてく。恥ずかしいっていうのもあんねん。これうまい。いいやん、それ見して。みんなこっちなんで逃げる。やだ、おいでよ。いいやん、いいやん、いいやん。ひーちゃん。あ、そうなん。ひなちゃん、行きたいな、これ。昔思い出すわ。血が騒ぐわ。いや、血は騒がんやん。めっちゃ受けてるやん。いや、初めて受けたみたいな感じ。びっくりした。いいな、はい。なんか書いとるで、見して。何書いてんの。歌。歌歌ってあのワンピースの歌。そんなん書けんの。えそれは強すぎ。見して。あ、消した。あ、消した。見してよ、見してよ。うわ、しくった。だから、かおちゃんがこれを止めてくれたんですよね。僕はおにぎり、もくもくと食べてるみたいな。いっぱい、いっぱい、いけるやん。さあ、俺、風呂担当大臣やったのに。もう降格や。自分の仕事を忘れてしまった。おにぎりも美味しかったです。ごちそうさまです。あ、よかったです。後で洗いますね。いいですよ、もう食前なんです。あ、そうなんですか。機械に負けた。おい、え、うまっ。え、マジうまいな。これ歌やろ。めっちゃうまいな。どこで覚えたん。 YouTube で見てた。あ、 YouTube で見たからか。めっちゃうまいわ。絵描きなれるで。芸術家なれるわ。どうぞ。消えた。消えた。ちょっと。あんた何か書いて。ハート書いた。あ、うまっ。好きな食べ物は。ぶどうだよ。あ、ぶどう。いい線出してたな。いきなりぶどう。すずかちゃんは好きな食べ物。リンゴ。あ、リンゴ。あ、いいな。リンゴもいいな。あと、いちごと。あと、いちごと。リンゴ。あ、リンゴもいいな。あと、リンゴ飴。
あ、リンゴ飴、リンゴ好きやから。それ誰の携帯？ママ、ママ、ママの携帯でいいの？刻まれるで、ママの携帯。いや、刻んで。あ、書いてください。ありがとうございます。じゃあ、ここ。すごっ。はい。え、めっちゃいい。ありがとう。めっちゃかっこいい。よかった。ありがとうございます。いや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 、なんかの記念にね。それに書いたら消えるやん。あ、これで、これで。え、ママの。一緒に無理だしないの、ママの。あ、しかし一番ガチのやつだ。はい。なんか日付とかなんか名前書きます？いいよ。3月28日。はい。ありがとうございます。いや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 。ごめんなさい。ねえ、見て。どうも、はじめまして。今日お邪魔してます。お願いします。あ、ジュース。あ、あるじです。もうご飯いただいて、本当にありがとうございます。最初はどうしようかなと思って挨拶。な、思いますか？こんにちは。それはテンション高い。いいですか、僕ら今日泊まらせてもらいますよ。もうレディゴしてください。あ、レディゴします。あ、そう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 。だってめっちゃ賑やか。すごいで、すごいで。みんな近くれてるよ。ね、見て、何が、見せて見せて見せて。これなんなん、粘土ちぎれる、これちぎれないかもしれない。何それ。ほらほらほら、お、すごい。でも怖い、ちぎれた、怖い。すごいわ。いいなぁ、それ。うんか。うんか、うんか、紫、これ体悪すぎやろ。うんか。言い方。言い方かぶってるで。色変わるよ。ね、これ色変わる。色、え、マジで。何色なの。うっち。ほら。ちょっとうんち作って。ほら、ここ。お前、うん。お前ちょっと青っぽいな。小さい子ね。お疲れさんです。お邪魔してます。ありがとうございます。ありがとうございます。前の僕の髪型みたいな髪型。前俺こんな感じだった。もともとラジオさんの YouTube 見て、金髪にしてた時があって。マジですか？それ真似て。うわ、それめっちゃ嬉しい。すごい金髪あったけど。はい。それ見て、じゃあちょっとやってみようかな。あ、マジですか。じゃあ僕の YouTube 結構見てくれてたんですか。めちゃくちゃ見てます。何の動画好きですか。背景。あ、背景でですか。今日僕ら背景行ってた、来た帰りですわ。三がね。あ、三がね。の方のスカイラインの方の。嬉しいわ、ありがとうございます。だって夫婦で知ってくれてたいうことですよね。私が推しして、はい、はい、たらパパが、はい、俺も好きだよ、俺ずっとコメントしてるけど。あ、マジで。そう、それは嬉しいわ。だいぶあのアメリカ横断とかもう、はい、その辺からもずっと好きで。あ、マジですか。アフリカかなんか行ったからな。はい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 。で、行きましょう、行きましょう。バス乗ってたくられたみたいな。ああ、でちょっと喧嘩してたやつですね。荷物が下ろされて。あ、せやわ、懐かしい。めちゃくちゃ見て面白かった。うわ、嬉しいっすわ。そっからちょいちょい見てて、はい、であと亀田の1000万企画。ああ、はい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 。コウキさんとのボクシングのやつですね。もうあれも見て、あ、めちゃめちゃめちゃ見てますやん。でも私より大好き。最新だとあの西成の坂田。あ、坂田健吾のやつとかですか。もう大好き私。あれ見てすげえ面白い。いいや、いいや。それ嬉しいな。もう今仕事帰っていてすぐですか。もうすぐ仕事帰りで。もうすぐ。ああ、そうなんですね。ご飯食べてないんじゃないですか。食べてない。そうですよね。すみません、僕ら先に焼きそばいただきました。あのお風呂も掃除したんで、またあのこの映像見てください。映るんで。うん。この近くですか、仕事は。仕事は大工なんで。はいはい。もう点々としてる感じで。ああ、愛知県なんですけど。はいはいはい。じゃあその現場に車とかで行って。で、はい。ああ、そうなんです。今日は近くからです。遠かったです。今日は緑区っていうところなんですけど。ああ。まあ40分50分。ああ、そうなんですね。へえ。ほな、だから明日も朝早いんじゃないですか。明日も6時半出発で。あ、基本6時半ぐらいですか。じゃあ僕らも大体それぐらいに。そうなん、めっちゃ疲れてるでしょ。いや、元気出ました。元気出ましたら声がもうめちゃくちゃ元気なかったんですよ。いや、それは嬉しい。こう、内部からこうエネルギーをもらってます。本当ですか。エネルギータイプなんで僕、炎ポケモンなんで。奥さんめちゃめちゃ料理うまいですね。料理と火が取り柄とか。あ、お前ですか。最高じゃないですか、料理も取り柄やから。めっちゃいい家ですね。おばあちゃん家ですか。はい。
ぬくもりがあって懐かしい感じで、みんなもこうやって集まってあると思うんで、みんなよう集まるんですかこうやって定期的に集まる、まあ、なんか みんな落ち着くとか、おばあちゃん家みたいな居心地がいいみたいです。いや本当そう思います、めっちゃ居心地めっちゃいいです。ほんまにばあちゃんちって感じやな、うん、旦那さんのお父さんとかお母さんとかおじいちゃんとかおばあちゃんから受け継いだみたいな感じですか、家は。受け継いだっていうわけではないです。はいはいはい、勝手に住み着いたって感じです。それは受け継いだでいいですよ、うん、あそうそうそう、めっちゃ表情あって平パのそうですよね、菊人形の、あそうですそうです、おじいちゃんがやってて、はいはい、あおじいさんがそれであの菊人形、うちのおじいさんが棟梁やってて、はい、仕切ってて、はい、ヒラパーの菊人形、はい、あ開いてたんですね、それの症状ですか。症状ですね。あそうなんですね、めちゃくちゃ症状あったんで、おじいさんが亡くなって、はい、もう後継者がいなくなってた、あそうなんですか。死をきっかけにもう菊人形やめちゃったんです。あそうなんや、それはちょっと残念ですね。その時の写真とかないんですか。どっかにしまってます。あ、どっかしまってます。そこが引き出し、その辺引っかり出すよな。その時のやつ見てみたいな、あったらね。これ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 。これ菊人形ですか。これ菊人形です。すごい。これを作ってあったんですね。あ、これもこれもせよ。これ500年に食べる。そのおじいちゃんがのやらようになったからもうやっぱ職人がなくなったよ。あ、そうなんや、うん、だからもう伝統の芸術的な、もしかしたらおじいさんが生きてれば、はい、自分が引き継いで、あ、やってたかもしれないです。やっぱやってたかもしれない。そうなんや。これほら憧れの人でしたね。あ、憧れやったんですか。でもそのおじいちゃんの家に住んでるってことですよね。思い出がいっぱい詰まってます、ね、大事なものが最高や。めっちゃやで、最高だな最高だな。ありがとうございます。お金じゃ買えないものがいっぱい詰まってるんで、うん、いや本当そうですね。そんなうちにお邪魔させてもらってありがとうございます。とんでもないです、こちらこそありがとうございます。この動画も思い出やな、うん、俺らはまた見返す時ですけどな、うん、ランマルやっときたらランマル上におったからずっと恥ずかしかったんだろう。え、恥ずかしかったんだろう。嘘、そうはないよ。動画悟った。あ、嘘。アウシュビッツ行ったり、オクタンロープ行ったり、うん、お最近のやつだそれ、オクタンね、あとはなんだあの異国の地で喧嘩になったり、アフリカのやつ。そうそうそう。おー、ありがとう。え、ランマルってどう書くん。ランマル、え、これでいい。ありがとうございます。めっちゃいいやん。2020年の宝物だよ。よっしゃ、ランマルお邪魔してるわ。ありがとう。ありがとう。ちょっとよろしく、よろしく。おい。ランマル写真撮ってあげるわ。あ、撮ろう撮ろう撮ろう。だってまだ開いてたの、もう。あ、何連れ来んのお前の。せやな。やばい、じゃあもう家パンパンじゃん。パンパンなんじゃない。ほんまで、めちゃくちゃほんでいいと思う。でもあと3人来るかもしれない。すごいですね、いい家ですね。ランクの児童館みたいだった。ほんまや。こんだけ集まってくれたらこの家に、あのおじいちゃんとかも喜んでますね。もうおじいちゃんほんとお線香あげてくれたよ、ちゃんと。そう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 。ほい、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。取る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 。はい、えい。めっちゃいいやん。オッケー、ありがとうございます。あのポーズはあれ、レディゴー。レディゴー、レディゴー。二人でレディゴー。じゃあ、はい、チーズ。オッケー。よっしゃー。よっしゃー。よっしゃー。お前らにするわ、もうこれ。おぶとく？旦那さんもすごい。だってこれ作ったんだよ。ほんまにアイロンビーズ。なあ、あったトイレにいっぱいありますけど。マジですか、これ平面じゃなくてもう 3D の、うん、立体作りますね。すごいっすよね、うん、しかも正彦さん、正彦これ作った。すごいな。これ使えるんですよね。あ、全然全然。一回やってもらっていいですか。はい。奥さんの会社の方、うん、エグいって。これはエグいって。びっくり。エグすぎるこれは。これは消しゴムで、これはこの繊細さ。消しゴムで。あ、でも確かに、わ、細かいな。やばいよな。すごい。すごいわ。
何で買ったんですかこれ。彫刻刀。あ、彫刻刀で。あのカッターで全然取れるんで。いや簡単じゃないですそれは。すごい。これでも結構きつい。いやできひんよ。多彩な人が多いな。うん、まあ現在だってもう20人ぐらいに増えました。20人ぐらいおるね。うん。子供らで15人ぐらい。うん。カッターじゃないの。カッターだよ。消しゴム。消しゴム。カッターしたんだよ。こんだけの頻度で入る家っていうのもすごいし、うん、都会にはない光景やな、はい、こっちこっち俺の後ろおいでセナおいでセナセナセナすぐやすぐやみんなで撮ろうんじゃどこちょっと待ってな何変えたらはいはいじゃあ行くでみんなはいチーズではいはいチーズこっちあっちあれこっちもやっぴもやぴこっちあそうそうそうはいこっちね、こっちでいい、こっちあ、セナピーがねセナピーセナピー、何しよううまい、うまい、それ上手、上手、上手はいマピーいいかマピーオッケーオッケーよっしゃーよっしゃー送る送る送るあ、すごいなんか、またねありがとうございます全然泣けへんねおやすみなさいありがとうございますいや本当素敵な時間を大切な思い出をありがとうございますまたお願いしますいやもちろんですよまた明日ですねもうゆっくりとはいおやすみなさいおやすみなさい好きに使ってくださいいやいやほんまあもう布団引いてくれてるやんもう俺ら初夜みたいになってる話そう話そう話そうもっと先祖に見守られてあ、うん、おやすみなさいあおやすみなさいこいつにも見守られながらああええー、思い出ができたな、うん、心の成長になっていい経験させてもらうと、うん、子供らの笑顔見たしこんなんめったにできんで、うん、俺は YouTuber でよかったなと思うほんま、うん、ほらってうん？なんて読むと思う分からんなんて一期一あれ一期一会なんややっぱりそう昔やから逆なのああそういうことかうんまた明日やな、はい、うん、おやすみおやすみなさい、了解っすおやすみおやすみなさいこんな風になってきてんなうん広い庭めっちゃ広いめっちゃ広いわ昔ながらって感じですか昔ながらのしかもええやそうですわ神社あってめちゃめちゃ縁起いいやん神社の近くで行ってらっしゃいっすありがとうございますヨウさんも気をつけて頑張ってくださいありがとうございましたほんまにありがとうございますはい、すみませんありがとうございますはい、ありがとうございますまた、はい、またー時刻は朝の6時半ですええ、朝やうん OK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 O
ますわ。はい。いや本当にお世話になりました、かおちゃん。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、またどこかでお会いしましょう。ぜひ。ね、大阪も来てください。行く。車で行きます。はい。ありがとうございます。旦那も何かあげたいっていう気持ちで。あ、あの手作りのアイロンビーズの。ああ、かわいい。かわいい。お守りにします。車とかにちょっと飾っといてください。はい。ありがとうございます。喜びます。やった。めっちゃ可愛いし。ありがとうございました。いいえ、ありがとうございました。最高な時間でした。いいえ、いいえ、とんでもないです。じゃあ参ろうか。はい、行きましょうか。